かな。どこにもないか。だけど何としても見つけないと。あ、こんにちは。そうだ、ちょっと聞いていいかな。この町でマイクを売ってるところ知らない？ううん、通信機で使うやつじゃなくてボーカルマイク、ほら歌手の人が持つようなの。わかんないか。まあそうだよね。困ったな。いいの？うん、一緒に探してくれたらすごく嬉しいよ。それじゃ行きましょう。ここにはあるかな。ジャンクもいろいろ置いてるみたいだし、もしかするかもだよね。今度こそ見つかるといいんだけど。うん、実はね、 GGO の中でライブがしたいんだ。実は私リアルでも歌ってるんだよ。まだまだ修行中の身だけどね。でもすっごく頑張ってるんだよ。 VRMMO も今は息抜き程度かな。やめられないって言い方もできるけど。それでGGO にログインしてきた時に思ったの。こういう荒れ果てた世界で歌うの面白そうだなって。準備に走り回ってね。衣装も用意して、小さいステージも借りられるようにして、あとはマイクだけというところまで来たのよ。この店にあるのはヘッドセットにスロートマイクに、これは昔のトランシーバー？確かにレアはレアだけど違うな。もう軍用品ばっかりね。分かってはいたけれど。ごきげんよう。あら、プレミアちゃん、こんにちは。どう？ GGO は楽しんでる？はい、とても興味深いです。そっか、よかった。きっとセブンも喜ぶわね。セブンのためになれば嬉しいです。つまりもっと楽しみたいです。お願いね。あ、セブンっていうのは私の妹でね、 MIT を首席で卒業した天才で、今は VRMMO の開発をしているの。あ、 MIT 卒業って言っても飛び級だからね。セブンはまだローティーンだよ。そこがまたすごいよね。あ、ところで二人は何をしていたのですか？ちょっと探し物を。そうだ、プレミアちゃん、マイク見てない？こうステージで持つようなやつ。はい、見ました。そっか、やっぱりね。向こうの路地で楽器を奏でていた人がそのようなアイテムを使っていました。そうか、同業者。盲点だったわ。さすがプレミアちゃんね。リゾッチが広い運があるって言ってたけど本当みたい。私の散歩が役に立ったのですか？立った立った、すごく立ったよ。じゃあ私今から入手方法を教わりに行ってくるね。ライブの予定が決まったら連絡するから、二人とも来てくれると嬉しいな。じゃあまたね。今日はありがとう。わあ、来てくれたんだね。向こうにお客さんがたくさん集まっていました。ありがとう二人とも。あのね、最初は軽い気持ちだったんだ。スポットライトを浴びて歌ったら楽しいだろうなくらいの。でもずっと続けていくうちに、歌とステージが夢になったの。私みんなに声を届けて、たくさんの心を震わせたい。みんなに熱くなってほしい。だから今日は本当の本気で歌うよ。仮想の声でも仮想の耳でも、心と心は本物だから。見ててね、私頑張るから。
お邪魔しまーす。はぁ、あ、やっぱり GGO はいろいろと勝手が違うよね。私これまで近接バトルが中心の VRMMO を遊んできたから、なかなか銃撃戦にはなれなくて。でもこういう時こそ日々の睡眠が大事だよね。しっかり寝て次の日に備えなきゃね。それじゃあおやすみ。え、そんなすぐに寝られない？そっか。実は私も寝られないことはよくあるよ。小心者だから気になることがあるとよくそうなっちゃうの。でもそういう時にはよく歌を歌うんだ。子守歌ってやつかな。お母さんに小さい頃よく歌ってもらった歌、この前妹のセブンにも歌ってあげたら、なんとなく覚えてるって言ってたんだよ。え？聞きたい？ここで歌うのはちょっと恥ずかしいな。でも、そこまで言われたら、歌わないわけにはいかないよね、歌手志望としては。じゃあ、もうお邪魔しちゃっていいかな。ありがとう。え、今日も子守歌が聞きたいって？だからそんなに嬉しそうにしてたんだね。そっか、結構恥ずかしかったんだけど。上手だったし綺麗な歌声だった。そう言ってくれてるのはもちろん嬉しいかな。ねえ、あの歌、多分あの時初めて聞いたんじゃない？でしょ？実はあれ、ロシアの子守歌なんだ。昔ちょっと住んでたことがあってね。え？歌詞の意味を知りたい？それはやめた方が。え？知らないわけじゃないよ。ちゃんと知ってるって。でも、これってちょっと怖い歌詞なんだよ。教えちゃうと、むしろ眠れなくなるかも。海外の子守歌って、意外に怖い歌詞の歌が多いみたいだね。はしゃいでる子供たちを怖がらせて寝かせるために、そういう歌詞になったって話もあるけど。さあさあ、だから早く寝ようよ。じゃないと、怖い思いしちゃうかもよ。嘘嘘。私があの子守歌を歌ってあげた日のこと？違うんだ。はあ、安心したよ。あ、何を拗ねてるの？自分は安心できてない？今夜も怖い夢を見るかもしれないから？いきなりどうしちゃったの？そんな風に言うなんて、なんだか子供みたいだよ。普段はあんなに頼りがいがあるのに。なんか嫌なことでもあったのかな？でも安心して。私がずっとそばにいてあげるから。あ、そうだ。じゃあ今日は別の歌を歌ってあげるよ。ロシアの歌じゃないの。私が作ったの。
初めて人に聞かせるんだ。だからちょっと変なとこがあっても笑わないでね。一生懸命歌うから。君が悪夢にうなされないように、そして元気を取り戻せるように頑張って歌うね。どうかな。そんなに喜んでくれるなんて、照れちゃうけどすっごく嬉しい。でもどうしてそんなに顔が赤いの？え？歌詞が怖いどころか直接的なラブソングだったから、なんか恥ずかしくなった。気づかれちゃったね。君のためを思って作ったんだよ。気に入ってくれて嬉しいな。